どうも、板橋ラジオです。我々がそうです。俺たちが二人で、板橋ラジオということです、ね。そうです。よろしくお願いします。この動画を見ているということは、僕の首についた、南京錠の理由が分かったことでしょう。これ理由は分からんよ。なんでしたか？理由は分からず。なんかしてたけど。なぜしたかが分かった。うん、ありがとう。怖っ。何やったんこれ。やっとや。重かったんや。うん。なんかもうその片付けるのが面倒すぎて、うん、つけれるやつ首につけちゃう。余計面倒いやろ。よかったですね。伏線回収もできたということで。こんなんちゃうで伏線回収。くい。あれ？じゃあ行っちゃいますか今の伏線。お題聞いちゃう？お題聞いちゃう？じゃあお題、お願いします。昔からやりがちなこと。わあ昔からやりがちなことを。昔からやりがち。まあ、自分だけとかなんかな、わからんけど。うんうんうん。なんやろな、昔からやりがちなことを。なんか、その、初対面の人に対して、うん、その、偏見を持っちゃう。よくない。よくないね。茶髪。あ、多分、人の痛みを知らない人なんだ。そんなことないよ。茶髪の時期あったんちゃう？あったあった。その時はでも人の痛み全然知らなかったわ。あ、偏見じゃないんや。持論？実体験。実体験そうなんや。昔からありがちね。なんやろな。まあ、俺でもそのこれとかね。うん。やりがち、その、目を。ああ、癖ね。うん。ずっと目悪いから。目細めて見るやつね。そう。怖いねんな、それ。これはもう、いいことないからね。こんなんしても。メガネかけえや。きしょいやろ、まず。きしょいよ。誰やねん、お前ってなるし。まあ、誰やねんっていうか、なんで見てるんやろ、こっちってなるな。バレるしね、なんか俺が注意して見てるの、俺だけバレるもんね。まあ、普通の人はそのさ、スッてこう、うん、目をこうさ。そうやね、これパッて見てる。俺だけもそう。うわ、見てる。なるよ。こうやって見て、あ、目やってたってなるよ。怖いって。おじいちゃんや。メガネかけ普段。メガネね。あるよ。でも、俺でもマジで、多分中2ぐらいから目悪い。ああ、まあそんな。メガネいるっちゃいるみたいな。はいはい、結構そうよね。でもガンガンなくして。ガンガンなくしてった？ガンガンなくして。ガンガンなくしていったから。ああ、その、ちゃんとわざとみたいな言い方して。ガンガンなくしていっとったんや。俺もうマジでメガネほんと8回ぐらいなくしたんやけど。おお、すごいね。6回目ぐらいそのなんか、わざと捨てたもんね。なんで？なんかその、怖全部、そのなんか、なくす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 、なくす、わざと捨てる、なくすなくす。一回俺わざと捨てんかった。怖っ。やってるやつ。7個目買うときが怖い。わざと捨てたときに買いに行ってんのが怖い。その一歩目が怖いっす。メガネなくすが周知の事実になりすぎて、うん、今ここのタイミングで捨てたら絶対ウケるってときやった。捨てたときやんだよね。怖すごい怖いね。捨てたやんって。それかも昔からやりがち、その。やりがちあ、なんか、その人によっては、引いちゃうぐらい行き過ぎたボケしちゃう。あー、ちょっとイメージあるな。これやりがち、その、うん、赤羽で一緒に住んでる時俺がさ、うん、あの植木に頭から突っ込んで、うん、隅に笑ってるかなと思ったらドン引きしてる時やったもん。何してんこいつってなって。ロケットみたいに。あれ怖かったなぁ。あれやりがちやね。その手前まで面白かった。無駄に走り回るやつみたいな。なんで走ってんねん。ズボーって。何してんの怖っ。俺、土まみれでキラキラの笑顔で。おい、誰も笑ってない。誰も笑ってない。あれ怖かったな。あるな、確かに、それ。それやりがちやね。何やろね、俺昔からやりがちなことを。何やろう。なんかある？あんま自分じゃわからん。何やろう。すみ、やりがち。まあ、炭水化物と炭水化物を食べるとか。やりがちやねー。やりがちっていうか。まあ、そうや、やりがちやな。やりがちやねー、すみ。なんやろな、やりがちなこと。むずいね。あれじゃない？うん。あの、現実と睡眠の狭間ずっと行き来する。それなんやね。最近やってないやろ。最近やってないな。うん、一時期な、あったな。ちゃうちゃう、あれはもうその、赤羽の時にそれこそ、その眠いのに、なんか、寝に行ったらあかんみたいなのを撮って。あ、空気でね。みんなが寝るタイミングじゃないとあかんから、でも寝てんねん、もう。寝てんだよ、あれ。あれ寝てるんや。うん、狭間じゃないんや。うん。寝てて、いつの間にかパッて起きて、
で、今の会話は即座に判断して、参加するってやつ。頭が、フルで回して。それちょっと違うんじゃない？あれビビるんよな。みたいな。でも、隅寝てるからな、みたいな。いや、寝てへんで。怖っ。寝よっかな、みたいな。で、寝てたよ。やってたんだ、それ。はあ、でもなんかそれ、あ、でも隅、後で起きたら言うか。起きてんで。あれ怖っ。寝ようかな。寝てたよ、お前。バリバリ寝てたよ。怖っ。あれやりがちやったな。確かにな。最近できてないな。やっぱ同じ空間で、その、もう寝れるのになぜかねえ、みたいな感じだったらなるかもな。はいはいはい、うん。みんな寝そべってて。条件揃わないな。赤羽の時その、しかもあの場所しかクーラーなかったから。ああ、そうやね。あそこで狙ってきてるんだっけ。リビング。何やろな、やりがちなこと。ま、既読虫とかだな。俺？あ、俺は。あ、俺は。虫の、そうなん、あんまそうなんや。LINE とか。ええー、そうなんだ。これもどれ？どれ？これどれ？わからんわからん。これどれ？あー、確かにな、なんか、うん、同じスタンプばっか使うとかかな、俺は。なんかその、何人かと LINE しとって、全員同じスタンプで終わらせるとかあるな。自分しかバレてないやつね。そうそうそう。全員にバレてないけど。同じにこればっか送ってんな、ってなるから。ハッキングされたらバレるんや。そうやね。な、そんなこと見たい。昔からやりがちね。昔からやりがち。むしろ小学生ぐらいから、これ、変わってないな、スタンス。うわ、なんかあるかな。なんやろう。何やろうね。まあ、だからなんやねんって感じやけど、うん、コンビニとか行って、その、見たことないやつあったら、それ食べるとかする。うん、だからなんやねん。ずっと、何それ何飲んでみたいな、よう言われとった。あ、うん、あ、確かに意味やからの飲んでるな。マジで。それやってるな。これ見たことないやろ。なんで、うん、微妙や。毎回言ってるな。うん。大体微妙やねんな、あれは。うまいやつだけが生き残っていくからな。そう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 。そういう世界やから。コンビニのドリンクって。とかは何やろな。昔からやりがち。小学生ぐらい何やってたやろな。まあ、物なくすとかね。まあ、やりがちやのよ、死のは確かに。昔、マジで小一ぐらいから頭角表してたよ。頭角って言うな、うん、鍵っ子やったけど。鍵っ子で、致命的やん。うん、マジ、週3ぐらい家帰れてなかったんじゃない？すごい。鍵っ子で。鍵はどうしてたの？持ってたの？ちゃんと。持って、首から下げたりとか、親がその試行錯誤してたけど。なるほどね。必ずなくしてくるから。どこでなくしてんのってなってた。痺れてたよ。まあ、学校に置き忘れるとかも頻繁にやってた、ね、まあな、確かに。鍵っ子。外すしな、多分授業中とか。で、あの、その、向かいの家に、うん、あの、小賀さんっていう家があったんだよね。名前はいいけど。うん、小賀さん家に、なんか5歳ぐらいの男の子って、うん、そう、若ママみたいなのが、あ、俺がその家の前でその、しどろもどろしてたら、入れてくれて、うん、で、なんかその、子供と遊びながらその、ご飯食わせてくれるみたいな。ええー。やって、ご近所付き合いみたいな。ごめんなさい、みたいな。いや、いいよいいよ、みたいな。さすがに多いってなって。むっちゃくれ。強すぎて。また俺。でもさす、その、もう、でも引くに引けんから、小賀さんも。うん、確かに。一回助けてもらった。あ、おるな。俺は。おる。来る？おいで。いいんですか？あ、します。あ、します。二つ返事で来る。鍵とかなくさん方法とかね。なるほどな。それ小学生何年ぐらいの時？ 10 歳ぐらいの時？いや、まあでも小1から小4ぐらいまで。ああ。4年ぐらい小賀さん近かったから。長っ。小賀さん引っ越してったから。耐えきれず。その時のな、遊んでた子とか見てないんかな、板橋は。確かにだ。小賀さん。マジ3、4個下やと思うわ、その男の子。3、4個下の男の子、小賀という男。小賀くん。情報求む。なんか特徴ある小賀くんの。いや、覚えてないね。ああ、まあそうか。その事実ぐらいしか覚えてない。マジで、その男の子。うん。ね。
ない。でもなんか全然俺の年上やから、うんうん、後半その、いや俺がやぞって感じだったし、俺。嫌やねー。勝手に言う人いて。うんうん、なまた来たこいつ。きつい。いや、また来たやないやろ、お前。うわ、きつい。年上やぞ、お前。きついですよ。やばいな。お菓子パクってこい。台所でお菓子パクってこい、お前。悪いね、悪ガキや。嫌やな、じゃあ見てないか。ああ失敗だね。あれあれごっちゃごちゃ。ああ、ちょいちょい。昔から、なんやろな。まあもう時間は経ってんねんけど。ええー、粘る。はいや。笑ってる。もう一個ぐらい出したいな、なんか。確かに。まあ、隅とかでもマジ多いけどな。隅なんかそのさ、多い？そのなんかやりがちというか、うん、隅そのなんか、実際には、うん、7つぐらいのパターンしかないから、隅って。行動組み込まれてる7個を、なんかそう、いろんな形で見せてもらいたいから。昔のゲーム誰がやねん。すぐクリアしちゃうから難しく作ってる。覚えて攻撃すんなって。昔のゲーム。そうなん。あんま自覚ないな。隅7パターンぐらいでやってるから。そうなん。リセットさんぐらいリセットさんぐらいやん、俺。まあ、ぐらいかなぁ。なんやろなぁ。ええんちゃう。うん。隅全部のお悩み相談にええんちゃうで返すとか、やりがちの昔から。ああ、ええんちゃう、うん、まあでもその、それ自分どう思ってんの、ああ、まあでもそうやったらええんちゃう。そう、結局な。結局そうやか。なんでもお悩みください。やるか、一回。ああ、ええんちゃう相談。ええんちゃう相談って言ったらバレるやろ。一回お悩み回答動画出したいな。うわ、いいね。どんなお悩みもね、俺解決できると思うねんな、多分。うん、僕なんか昔からずっと足が遅くて。足遅いん？はい。ええー。競争とかも1位取ったことないし。ああ。なんか普通足、みんなで走ったりするとき遅いの恥ずかしいんですよ、ね。ああ、もう恥ずかしいか。まあでも、あれやね、大人だったらあんまそういう機会とか別にないと思うへんよ。まあ確かに、まあそうっすね。大人はまあ、そう、走、まあそうっすね。ああ、じゃあええんちゃう？ありがとうございます。あ、いけた。簡単やな。まあ、いずれやるかも。ええんちゃうそうだ。やらんかも。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ来週の、吉武に、つなぎまーす。こんな感じなんや。Come here.